メガネやコンタクトレンズがいらなくなったから、うんうん、私は近視が治ったと思うわけですよ、はい、うん、でも治ってないですよこれね、そうなんですか、うん、みんなで生きよう100年チャンネル、どうも梶原です、タガミンです、よろしくお願いします。先生、はい、私の使ってるコンタクトレンズってマイナス 6.5D ってやつなんですけど、うんうん、強度近視って言われるらしいじゃないですか。そうだね、私近視が強すぎて失明しちゃうんじゃないかってちょっと思ってるんですけど、うんうん、大丈夫ですかね。一応私が見る限り鏡は大丈夫。私大丈夫なんですか、うん、前眼底見たからね、うん、まあそれでね、メガネをするとかコンタクトレンズをするとかピントはちゃんと合いますよね、はい、うん、で見えるようになるじゃないですか、うん、でもそういう人たちは近視が治ったとは思ってないんですよ、うんうん、ね、でもレーシックをしたり目の中にレンズを入れる ICL とかね、うんうん、手術をした治療したっていう意識が強いじゃないですか、はい、そうするとね、近視は治ったと思うわけですよ。え、そうじゃないんですか。近視はね、治っているけど治っていないですよ実は。何言ってるか分かんないでしょ。皆さんこれすっごい勘違いしてるんですよ、うん、だからね、今日はその話しましょう。じゃあお願いします、ね、遠くから来た光が角膜と水晶体って2つのレンズでね曲げられて、ここに焦点を結ばないと物はぼやけちゃうわけですよね。スクリーンよりも手前に焦点結んでる状態を近視っていうんですね、はい、なぜスクリーンよりも焦点が前へ来ちゃうかっていうね、うん、ここの理由がまず一番大切なんですね、はい、スクリーンの方が後ろ行っちゃうんです。うん、うん、わかる。ここが後ろに行っちゃう。そうそうそう、うん、つまり成長する時期にですね、まあ、近くを見すぎたり遺伝の影響があったりいろんなことでですね、目が大きくなりすぎちゃうんですね。後ろ側へこう伸びていくわけです。で伸びていくとスクリーン自体が後ろ行っちゃうじゃないですか、はい、そうすると結果として焦点が前に結んじゃっていて、水晶体はいくら頑張ってもね、前へ来ちゃった焦点を後ろへ持っていくことはできないですね、うん、一度大きくなった眼球を縮めることはできないから、近視っていうのは基本的に治らないわけですね。うん、うん、そうなんですね、うん、まあ、大体1ミリ後ろへ伸びるとマイナス 3D 増えるって言われてるんですよ。そうなんですか。そうだ、ちょうど私はマイナス 3D ぐらいなんでね、後ろへちょっと1ミリぐらい長いってことですね。うん、で高見はマイナス 6.5D だから、はい、2ミリ強ちょっと長いってことですよね。だからちょっと伸びるともうすぐ近視になっちゃうんですよね。でね、伸びるっていうことはね、ここの構造が全てその分薄くなっちゃうんですよね、広がる分。でそのことがね、いろいろと問題を起こしてくるわけですよ。問題ですか。うん、さっきも言ったようにメガネしてる人、コンタクトレンズしてる人は近視が治ったとは思わないんですよね、うん、自分は目が悪いって思いつつそういうものをかけてるわけでしょ、はい、目が悪いのは嫌だから近視を治したいと思って手術をしたりするわけですよね、うん、代表的なものはレーシックって言ってね、この角膜の厚みをレーザーで削るわけですよね。それで手前にある焦点を後ろへ持っていくと、うん、で最近目の中レンズ入れちゃえって話があって ICL っていうのを入れたりするわけですけどね。そうやってまあメガネなしの生活、コンタクトレンズなしの生活に憧れてですね、治療してもらうわけですよね。そうするとね、メガネやコンタクトレンズがいらなくなったから、うんうん、私は近視が治ったと思うわけですよ、はい、うん、でも治ってないですよこれね。そうなんですか、うん、近視のレンズがどこにも必要なくなったという、外にですよ、目の外にとかね、いう意味では近視は治ったと言えるんですが、原因としてね、眼球が後ろに長く伸びたっていうことに何の変わりもないわけですよ、うん、ということはですね、眼球が後ろに伸びることによって起こる病気確率は少しも減ってないってことなんですね、うん、だからね、そこのところです問題は、はい、近視で失明するかしないかっていうことにおいてはレーシックをしようが ICL を入れようが危険性は変わってないってことですね。そうなんですか。そうだから、そこをね、くれぐれも勘違いしないでほしいですよ。だから私は近視治ったね、確かによく見えるんですけど、はい、でも失明したりとかリスクはですね、何ら変わらないってことなんですよ。治ったんじゃないんですね、うん、まあ、そうなる人の数は多くないんですよ、うん、だから脅かすわけでは全然ないんですけど、ただね、心配されてる方はそうなる可能性が将来あるのかないのか見極めてもらった方がいいですよってことなんですね、はい、で私の知り合いでもね、マイナス 20D ってね、ものすごい近視の人いるんですよ、うん、いろいろ調べてみてね、失明する確率はもうほとんど近視のない人と変わらないですよって安心してもらえたんですね、うん、だからね、それちゃんと調べればある程度わかるので、うん、そこのところが大事なんです、はい、うん、そういうね、病気に発展するような可能性のある近視のことをね、病的近視って呼ぶんですね、うん、伸びることによる
弊害ですよね、うん、眼球が薄くなるってことね、はい、スクリーンの役目を果たしている網膜っていうのはね、ただプロジェクターで絵が映ってるわけではなくて、光の信号を電気に変えたり、スーパーコンピューターがものすごい数入ってると思ってください。一つ一つにこう情報を受け渡していきながら、視神経っていう軸をケーブルをバーッと伸ばしていって、中脳っていうところまで電気信号を伝えるわけです、うん、でね、そのスーパーコンピューターがぎっしり詰まっている場所がですね、はい、うん、どんどん薄くなって伸ばされちゃうわけですよ、こうやってパスタがね、はい、そうするとそのスーパーコンピューターが機能しにくくなっちゃうんですよ、はい、つまりね、画像はちゃんと映ってるんです、うん、その信号をちゃんと受け取って情報の処理をしてっていうね、うん、そこのシステムが機能が落ちちゃうわけですよ、っていうことはですね、スーパーコンピューターの故障によってですね、はい、画像が鮮明でなくなってきちゃうっていうことですね、うんうん、例えばね、ちゃんと矯正しても 0.7 とか 0.6 とかね、中途半端な視力低下が起こってくるんですね、うん、そのままね、どんどん視力が起こっていって 0.1 とかぐらいになるとですね、はい、社会的失明っていう状態に近づいてくるわけです。社会的失明ですか、うん、明るさを失ってはいないから失明では言わないんですけど、厳密には、うん、役に立たない状態になってくる、これは社会的失明っていうことになるんですよね、うん、でさらにですね、薄くなるだけではなくて、はい、血管も障害を受けてきてね、うん、黄斑部を中心に出血しやすくなってくるんですね、出血しやすくなっちゃうんですか、うん、網膜ってね、神経細胞がたくさんいるから常に代謝がものすごく行われてるわけですよ、うん、そこにね、相当な血液が必要なわけです、はい、血液を運んでいる血管がだんだんおかしくなってきてね、うん、出血しやすくなってくるんですね、で出血するとね、プロジェクターで映してる壁にね、赤いペンキ塗ったような状態になるわけですから見にくくなりますよね、はい、それだけじゃなくて、うん、血液の中には赤血球っていうのがたくさんいるわけですよね、うん、赤血球の中にね、ヘモグロビンっていうタンパクがあって、その中心にね、鉄のイオンが埋まってるんですよ、うん、出ちゃうとですね、はい、神経細胞に対してものすごい毒性があるんですよ、毒があるんですか、そう、毒があるの、はい、細胞が死んじゃうんですよ、死んじゃうんですか、死んじゃうんですよ、だから大量に出血したりするとものすごくまずいわけです、うんうん、あるいは量は少しでもね、出血を繰り返してると細胞がだんだん減ってっちゃうわけでしょ、うんうん、そうするとね、それだけでどんどん視力が落ちてっちゃうんですよ、へー、でこういうふうにね、黄斑部を中心に網膜やその後ろにある脈絡膜っていうのがね、うんうん、薄くなっていくこと、網脈絡膜萎縮とか筋弛性の黄斑症っていうふうに呼ぶことがあるわけです、うん、じゃあね、そういう意味ではね、高度近視が進んで網膜や脈絡膜っていうところが薄くなること自体がすごく問題で、出血するとさらに問題が深刻になるってことですね、うん、でこれがね、病的近視で失明する人のね、大きなリスクなんですよ、うん、これはね、なかなか治しようがないんですね、うん、だからね、とにかく眼球が後ろへ大きく伸びて薄くならないように注意しておく、できることは何でもやっておくってことなんですね、うん、でそのやり方についても後でお話しますけど、網膜が薄くなるって言いましたけどね、黄斑部だけ薄くなるわけじゃないですよね、はい、眼球全体が大きくなっちゃうわけですから、うんうん、全体の構造が薄くなるわけですよね、うん、そうするとね、網膜ってもともとね 0.3 ミリとか 0.4 ミリとかものすごい薄いんですよ、中心へ行くほど大事だから厚みはあるんですけど、端っこの方へ行けば行くほどね、さらに薄くなるんですよ、 0.1 ミリとか 0.2 ミリになってくるんですね、はい、もともとそういう薄い網膜がさらに近視で薄くなっちゃうでしょ、うん、そうするとね、破けやすくなっちゃうんですよ、端っこの方で破けても見え方には影響ないんですよ、はい、ただ破けるとね、破けた穴から水が網膜の下へ潜り込んでいくとね、だんだん網膜が浮いてきちゃうんですよ、はい、網膜剥離っていうのが起こることがあるんですよ、はい、ね、でそうするとね、網膜ってね、くっついてないとちゃんと物が見えないですね、うん、端っこの方が剥がれててもね、気づかないことも結構多いんです、それからだんだん広がってきてね、うん、黄斑部に近づいてくるとですね、はい、あれ、なんかここ暗いぞとかね、うん、なってくるわけですよ、はい、ある程度広がってしまうと、その時点で見つかってもですね、うんうん、これ手術してあげないとそこ直せなくなっちゃうんですね、いい、でましてや中心部が剥がれちゃって、もう視力が出にくいですなんて状態になってるとね、もうすぐ手術しないといけないですよね、うん、そうなんですね、そう、普通の人破けやすいわけですからね、うん、だからその原因になるような劣行とか言いますけどね、まあ、それを早めに見つけてね、手術しなくてもレーザーでそれ以降止められます、簡単にできるんですね、だからね、手術しなくて済むように早めに治療しちゃうっていうことはとても大事ですね、はい、まあ、これがね、近視の強い人が失明するね、もう一つの原因なんですけど、うん、他にもね、ちょっとあるんですよね、他にもあるんですか、うん、まあ、失明って話で言うとね、日本で一番失明の原因で多いの何でしたっけ、緑内障、緑内障ですよね、
で緑内障は多い病気であると同時に、うん、昔から言われてるのはね、高度近視の人はこの病気になりやすいって言われてるわけです。でなりやすいのか早く進みやすいのか両方なのか、いろいろまだ謎は多いんですけどね、まあ、とにかくそういう原因には間違いなくなるんですね。ですからね、まあ、強度近視の人の特に注意すべき点はね、近視性の黄斑症、それから端の方から起こる網膜剥離、はい、それから緑内障ですよね、うん、この3つはねよく頭に入れておいてほしいなと思いますね、はい、うん、だから最初私近視が強すぎて失明しちゃうんじゃないかってちょっと思ってるんですけど、うんうん、一応私が見る限り田上は大丈夫、前眼底見たからね、うんうん、っておっしゃってたんですね、うん、まあ、田上の場合は緑内障も検査した、それからね網膜が異常に薄くなってるかどうかも、まあ、見た目で見てるんですけど、はい、そんなこともなかったからね、うん、危険は相当少ないなと。あと端っこの方で起こる網膜剥離はね、あんまり予想することはできないでしょ。突然起こるってことですか。そう、何の兆候もなくね、ある日突然ビリっていく人もたくさんいるから、今危ないって言えるところはないですよっていうことしかできないですね、うんうんうん、来年再来年にどうなってるか分かんないですよじゃあ定期的に見てもらわないといけないってことですか。うん、まあね、危険がある人はね、何にもない人が定期的にっていうわけにはなかなかいきませんけど、うん、何年かに一度ね見ておいてもらうとかね、あるいはご家族でいるっていう場合はね、病気自体は遺伝しませんけど、うん、体質的なものは遺伝することは結構ありますからね。だからそういう点で言うと、家族歴があって近視の強い人っていうのはね、ちゃんと見た方がいいかなと思うんですよね、はい、うん、でね、じゃあ近視ね悪化するのどうやって予防するかってことなんですけど、うん、これね単純に言ってですね、子供と同じです、ほぼ子供と同じですか、うん、つまりね、ピントを思いっきり近くに合わせるっていうような動作を目がいつもやっていると、だんだんね目が後ろへ伸びていっちゃう傾向があるんですよ。多くの人はね、体が大きくなるのと一緒に目が後ろへ伸びて軸性の近視っていうのになるわけですよね、でそれでそのうち止まるんですけど、中には止まんないでね、そのままね長くなっていっちゃう、大人でもそういうことは起こるんですね。そういう意味で言うとね、体質的に危険因子を持ってる人だと思うんですけど、うん、まあ、そういう人はね大人になっても近視が進みますので、近くにピント合わせないってことなんですよ、うんうん、だからこういう本の読み方、スマホの見方しないってことですね、まず第一ですよね、はい、うん、それからね、網膜剥離を起こしたりするような人っていうのは、こすったり掻いたり叩いたりね、まあ、そういうことをする人がいるんですよ。特にね、アトピー性皮膚炎に網膜剥離が多いのは叩く人ですよね、うんうん、その叩く刺激が多かったりすると衝撃がね目に伝わって牽引力っていうのが働いてね、はい、でそこがビリッといくことがあるわけです。うわ、うん、だから目をこすったりとか叩いたりするのは良くないですね、うん、それとね、まあ、最近よく言われてるのは、日光を浴びると近視は進みにくい低いって言われてるんですよ。日光でですか、うん、大人でどれぐらい効果があるかはちょっと分かんないですけど、子供の場合ね近視になりにくいっていうデータがあるんですよ、うん、とにかくねお家の中に引きこもってるのは良くないってことですね、はい、やっぱ子供は外で元気に遊ばなきゃいけないよっていうことなんです、はい、うん、それとね、あとはね、黄斑部にね、うん、追い打ちをかけるようなことをできる限り避けるってことなんですよ、うんうん、黄斑部っていうところは常に光が当たってるから、光による酸化の障害っていうのがあるわけです、うんうんうん、でね、酸化を防いでくれるようなことは何でもした方がいいですよってことなんですね、うん、で主にこれはやっぱ食べ物になるんですね。あ、食べ物ですね、うん、網膜の中で不必要な光をね吸収してくれて酸化を防いでくれる、まあ、有名なものっていうとね、ルテインっていうやつなんですよね、うん、まあ、ほうれん草だとか小松菜だとかケールだとかブロッコリーだとか、まあ、そういうね緑黄色野菜に非常に多いわけですね、はい、そういったものをなるべく取ってもらうと、これもカレーとともにね少なくなってくるって言われてるんですよ、うん、だからまあ不足しないようにしてほしいと。で、あと抗酸化作用が強いものっていうとね、ポリフェノールですね、やっぱりね。あ、ポリフェノールですね、うん、特に体の中で強力に発揮してくれるっていうのがね、アントシアニンっていうものですね。特にブルーベリーよりも数倍抗酸化作用の強いのがね、アロニアっていう植物に入ってるブレインベリーって呼んでるんですけど、非常に抗酸化作用が強いのでね、まあ、それを中心にルテインも一緒にしてビタミン A とか亜鉛とかそういうものを配合したサプリメントをね私は作ったわけですけど、うん、ウィンビジョンプレミアムっていうんですけどね、血管と脳ですね、そして網膜、いろんなところ抗酸化作用を発揮してくれると病気にもなりにくいし、そういうものを取ってくれるといいと思うんですよね。
まあ、そのウィンビジョンプレミアムについては概要欄に貼ってあるし、動画の最後の画面に貼ってあります。特に、ね、概要欄は大事な情報があるのでぜひ見ていただきたいんですけど、動画のですねちょっと下に文字が書いてありますよね。点点点その他っていうところをこうタップしてもらうとですね、概要欄ってのがパッと広がるんですね。でそのまま点点点もっと見るっていうところを押すとですね、概要欄全体が出てきますよね。詳しい内容が見ることはできます。まあ、いろんな話をね、はい、LINE でもしてますけど、 LINE でもお友達になる方法がね概要欄に貼ってありますので、公式 LINE でもお友達になってくれるといいなと思いますね。病気を諦めない、年齢を諦めない、元気で長生きして100年迎えましょう。梶原アイケアクリニックではスタッフを募集しています。眼科の先生や首脳訓練士はもちろん、資格がなくてもできることがたくさんあります。究極のサービス業、医療の世界で輝きませんか？私たちと一緒に眼科難民を救いましょう。詳しくは概要欄をチェックしてください。どうですかね、妊娠もやっぱりバカにはできないですよね。聞いててそう思いました。少しでもいい状態保つっていう意味ではね、やっぱ食べ物大事ですね。こんな感じでお話ししてますけども、今日の動画役に立ったでしょうか？役に立ったと思った方はチャンネル登録といいねをお願いいたします。ベルマークを押していただくと動画が上がるとお知らせがいきます。チャンネル登録するとベルマークが出てきます。それじゃあまたね。